山口那津男君。公明党の山口那津男です。私は公明党を代表し、岸田総理の所信表明演説に対し、総理並びに関係大臣に質問いたします。岸田政権が発足して1年、岸田政権は自公連立政権合意に基づき、国民の声を聞き、謙虚な姿勢で真摯な政権運営を心がけ、諸課題に対し全力で当たってきました。この間、我が国は長引くコロナ禍、物価高騰、急激な円安、ロシアによるウクライナ侵略など、多くの重大な危機に直面しており、今日ほど政治のリーダーシップが求められているときはありません。同時に、持続可能な社会を目指し、全世代型社会保障の構築、エネルギー・食料の安定供給の確保、気候変動対策、災害に強い国づくりなどの諸課題への改革も果敢に実行すべき時を迎えています。特に現在、物価高騰について、国民や事業者が極めて深刻な状況にあり、最優先に取り組む必要があります。また、感染防止対策とともに、コロナ禍からの力強い経済再生に向けた対策を大胆に講じなければなりません。その上で、総理は先般、総合経済対策を指示されました。公明党は、総理指示に先立ち、総合経済対策の柱として、電気料金を含めた物価高騰対策、新型コロナ対策、投資促進と需要喚起策、外交・安全保障の充実などの4点を政府に提言しました。今後、公明党としてさらに具体的な内容を提言する予定です。政府においては、国民の先行き不安を払拭し、安全・安心の基盤を強化するため、総力を挙げて総合経済対策を万全なものに仕上げ、補正予算の編成・成立を図り、迅速に実施していただきたいと思います。以下、公明党が考える政策提案を含め、質問をいたします。最初に、物価高騰対策についてお尋ねします。現在、食料品の値上げが相次ぎ、電気・ガス料金は今後もさらなる高騰が見込まれます。政府は予備費を活用し、低所得世帯や特に影響の大きい事業者への追加支援策を実行しましたが、国民生活への影響はすでに広く及んでいます。そこで公明党は、すべての家計を支援すべく、電気代、ガス代の高騰に対応すべきと総理に提言しました。我が党の提言を踏まえ、このたび総理が電力料金負担の増加を直接的に緩和する前例のない思い切った対策の実行を表明されたことは高く評価します。ぜひとも生活者や事業者が負担の軽減を実感できる制度設計をお願いしたいと思います。加えて、ガス料金についても、価格高騰を抑え込む支援策を検討していただきたいと思います。また、食料品については、その価格動向を注視し、政府がこれまで実施してきた肥料や飼料、輸入小麦等への価格高騰対策を継続して実施するべきです。物価高騰対策について、総理の答弁を求めます。コロナ禍に加え、円安、原油、物価高騰の影響で、多くの中小企業が厳しい経営環境にあります。また、日本商工会議所の調査では、64.9% の企業が人手不足を感じており、
賃上げをその解決策として挙げる企業が5割以上に上っています。本来であれば、コスト増を適切に価格転嫁することで、成長への投資や賃上げの原資を生み出し、消費拡大につなげるという成長と分配の好循環を生み出すべきところですが、適正な価格交渉、価格転嫁ができていない上に、人手も確保できない事業者がいまだ多いのが実情です。政府は元請けと下請け企業の共存共栄を図るパートナーシップ構築宣言の推進や、下請け G 面の倍増など、転嫁円滑化パッケージを進めています。9月に実施した価格交渉促進月間には、岸田総理自ら動画を配信するなど、さまざまな取り組みを展開されました。全企業の9割以上を占める中小企業の成長こそ、日本経済再生の鍵です。これまでの対策の効果を検証し、きめ細かい実効性ある施策を実行すべきです。下請け取引、価格転嫁対策について、総理の答弁を求めます。人材投資についてお尋ねします。総理が賃上げと生産性の好循環を生み出すため、人への投資を5年間で1兆円投入すると表明されたことを高く評価します。その実行にあたっては、これまで我が国で学び直しが進まなかった原因を見極めた上で、個人のニーズを踏まえた支援を強化するとともに、企業や地域、教育機関が一体となって推し進める環境整備が必要です。特に女性の学び直しは不可欠です。公明党が力強く推進してきた女性デジタル人材育成プランが本年度策定され、女性の経済的自立や成長産業への就労に直結するスキルの習得支援を自治体や企業等が連携して3年間集中して取り組むことになりました。迅速かつ重点的に実施できるよう、地域女性活躍推進交付金を拡充し、しっかりと後押しすべきです。政府の教育未来創造会議の提言では、デジタル、脱炭素化等の成長分野を牽引する人材育成のため、理系学生を5割程度に引き上げることが掲げられました。理工系分野においても、女性の活躍が望まれますが、男女で理数系の学力に差が見られないにもかかわらず、女子は理系に向いていないといった固定観念も影響し、大学で理工系に入学する女子学生はわずか 7% です。女性の多様な視点で新たなイノベーションを創出するためにも、理工、農系の女子学生に対しての就学支援や、卒業後の活躍の機会の確保が重要です。また、理工系を希望する学生のニーズに対応できるよう、成長分野の組織再編に取り組む大学、高専に対して、補正予算で基金を作り、中長期的に支援するなど、政府が本気で取り組む姿勢を示すべきです。女性デジタル人材育成プランへの強力な取り組み、理系女子の活躍推進について、総理の考えをお尋ねします。政府は先般、脱炭素社会の実現には、官民合わせて10年間で150兆円規模の GX 投資が必要と試算しました。その活用にあたっては、水素・アンモニアの研究開発等に加えて、地域やライフスタイルの脱炭素化への抜本的な支援も重要です。本年6月、さいたま市浦和美園地区へ行き、政府の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の採択を受けた住宅街区を視察しました。そこでは、各家庭で発電した再生可能エネルギーを地域内で共有し、効率よく利用しており、エネルギー自給率は6割を超えています。この街区には、先月、アメリカの環境保護局長官も視察に訪れるなど、注目されており、このような先進的で質の高いモデルを全国に波及させるべきであります。また、政府は現在、子育て世帯等に対し、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得について、子ども未来住宅支援事業を実施していますが、同事業はニーズが高く、住宅価格が高騰していることも踏まえ、引き続き
子育て世帯等への支援を行うべきです。同時に、省エネが進んでいない既存住宅への対策として、断熱リフォーム等への支援も重要であります。地域、ライフスタイルの脱炭素化を含む GX 投資について、総理の答弁を求めます。デジタル田園都市国家構想の実現についてお伺いします。公明党が提案したマイナポイント第2弾によって、着実に普及が進んだマイナンバーカードは、今後、スマホによる行政手続きの拡充や、運転免許証の搭載など、活用範囲が広がっていきます。全国民が恩恵を実感できるよう、さらなる利便性の向上に取り組んでいただきたい。さらに、地域の魅力向上や災害対策、また個人の仕事、結婚、子育てなどでの課題解決のため、デジタル化の加速が重要です。今夏のデジ田甲子園では、視覚障害者の自立歩行をサポートする前橋市の施策、芽吹く愛が優勝するなど、デジタル化のユニークな取り組みが話題となりました。各地域がこうした施策に思い切って取り組めるよう、政府は環境整備に努めるべきです。そのためにも、新たな交付金の創設など、必要十分な予算を確保するとともに、各自治体が意欲的に取り組めるよう、柔軟な制度設計に取り組むべきと考えますが、総理の見解を求めます。次に、感染症に強い国づくりについに向けてお尋ねします。新たな感染症危機に備えるため、今国会に感染症法改正案が提出されると伺っています。これまでの新型コロナへの対応を十分に踏まえ、感染の初期段階から的確、迅速に対策を講じることのできる実効性ある法改正としなければなりません。特に検査能力の強化については、新型コロナ流行の初期段階から公明党も政府に対して強く求めてきました。先般、政府の有識者会議が取りまとめた報告書においても、感染症対応の基本は、まず検査を正確に行うことであるとして、検査体制を抜本的に強化する必要性が強調されています。一方で、感染拡大時においては、病床や医療人材などをいかに確保するかが重要な課題となります。コロナ医療のために確保されたはずの病床が、通常医療や医療人材の確保を含めたさまざまな問題により、十分稼働できないケースも生じました。こうした課題を克服し、医療関係者等に広く協力いただける体制整備が重要です。検査能力の強化及び病床や医療人材の確保を踏まえた法改正が必要と考えますが、総理の見解を求めます。国産ワクチンの開発・生産体制の構築についてお伺いします。コロナ禍において、検査体制や医療提供体制の脆弱性とともに、海外からのワクチン供給の遅れなどが不安視される局面もあったことから、公明党は早くからコロナワクチンの国産化を推進してきました。こうした後押しもあり、国内企業によるコロナワクチンの開発は着実に進んでおり、第3相試験を開始している企業も複数あります。変異株への対応を含めて、国による最大限のバックアップをお願いしたい。合わせて、次の感染症を見据え、ワクチンの国産化、国内製造を国家戦略として進めることも急務です。国内生産を進めるため、経済産業省が用意しているデュアルユース補助金には、予想を超える応募があったと聞いています。一方で、日本にワクチン製造拠点を整備する意向を示している海外メーカーも出てきました。感染症に強い国づくりに向けて、ワクチンの国内における開発・生産体制を構築することは極めて重要であり、まさに今、国の戦略性が問われています。国内におけるワクチンの開発・生産体制の構築に向けて、政府はどう取り組むのか、総理の答弁を求めます。続いて、子ども政策の抜本的な充実についてお伺いします。コロナ禍において、児童虐待の相談対応件数は2年連続で20万件を超え、不登校も20万件近くと、いずれも過去最多になりました。また、
いわゆるネットいじめや子ども・若者の自殺者数も急増し、子どもたちをめぐる環境は厳しい状況にあります。こうした中、来年4月からは子ども基本法が施行され、子ども家庭庁が創設されます。それを大きな転換点として、子ども政策を抜本的に充実していくべきと考えます。公明党は子育て応援トータルプランを年内に策定・公表し、ライフステージや子どもの年齢に応じた支援の充実など、その実現に取り組んでいきます。例えば、出産費用が増加傾向にあるため、出産育児一時金を大幅に増額すべきです。また、男性の育児休業取得率は、国家公務員では 29% に上る一方で、取得率の低い警察や消防を含む地方公務員や民間では13% 台にとどまります。今月からは新たに産後パパ育休制度がスタートしていますが、今後、新制度の利用状況や好事例を把握・分析し、男性のさらなる育児休業の促進へとつなげていくことが重要です。また、非正規雇用で働く女性などで、出産前に離職した方や、フリーランス、自営業で働いている方は、育児休業給付の対象外となっており、誰もが安心して出産・子育てをできるよう、新たな支援の仕組みを検討すべきと考えます。子ども政策の抜本的な充実について、総理の答弁を求めます。先月、静岡県の認定こども園において、送迎バスの車内に3歳の女の子が約5時間も置き去りにされ、熱中症で亡くなるという、あまりにも痛ましい事件が起こりました。バスに1人残され、どんなに心細く苦しかったか、胸が締め付けられる思いです。同様の事件は、昨年7月にも福岡県の保育所で起き、政府が安全管理を徹底するよう、全国の自治体へ通知をしていましたが、再び幼い命が失われてしまいました。こうした悲劇を二度と繰り返さないように、対策の強化を急ぐべきです。大切なのは、ソフトとハードの両面から対策を見直すことです。ソフト面では、福岡県が昨年の事件を受けて、独自に指針を作り、置き去り防止等のルールが職員に周知徹底されているか、定期監査でチェックしており、こうした先行事例も参考にしながら、都道府県、市町村による定期的な監査体制、方法を検討すべきです。ハード面では、人的ミスをカバーするために、送迎バスへの安全装置の設置を義務化するとともに、経済対策、補正予算により設置費用を支援すべきです。また、窓ガラスの透明化など、バスの使用を見直すことも重要です。幼稚園、保育所等における送迎バスの安全対策について、総理の答弁を求めます。近年、フリーランスとして働く方が増加し、462万人に上ると試算されています。一方で、発注者からの報酬の支払い遅延や、一方的な仕事内容の変更といったトラブルを経験する方も増えており、また、特定の発注者、依頼者への依存度が高い傾向にありますが、いわゆる下請け法といった旧来の中小企業法制では、対象にならない方が多くなっています。フリーランスが安心して働ける環境の整備に向けて、相談体制の充実とともに、フリーランスへ業務委託を行う事業者に対して、契約内容を書面やメールで交付することを義務付けるなど、法整備を行い、実効性のある対策を早期に講じるべきと考えますが、総理の答弁を求めます。次に、防災・減災への取り組みについてお尋ねします。8月の大雨や台風14号、15号等による災害が日本を襲い、各地に甚大な被害をもたらしました。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。今後、起こりうる水害などに備え、ハード面での対策の充実強化を図るとともに、ソフト面の防災対策も非常に重要です。公明党は災害時に住民の避難行動を支援するため、
タイムラインの活用を防災基本計画に位置づけることを提案しました。これは防災関係機関が災害時の状況などを事前に想定、共有した上で行うべき防災行動などを時系列で整理した計画です。これを受け、政府は6月に開催した中央防災会議において、国の防災基本計画を改定し、タイムラインの策定を市町村などに求めました。高く評価するものであります。命を守るタイムライン作成を全国的に推進すべきと考えますが、国土交通大臣の答弁を求めます。先月、関東圏の鉄道やバスにおいて、障害者用 IC カードが導入されることが決定し、来年3月中にサービスが開始されることが発表されました。これまで公明党は、サービスの実現に向けて、障害者団体の皆様と共に政府へ要望を行うなど、積極的に訴えてまいりました。真の共生社会実現に向けた新たなバリアフリーの取り組みを、国土交通大臣の強いリーダーシップのもと推進していただきたい。他方、本年4月に奈良県で視覚障害者の女性が踏切内で特急列車にはねられ、亡くなられた痛ましい事案が発生しました。これを受け、国土交通省は踏切道での安全対策のためのガイドラインを改定しましたが、さらなる対策が必要です。具体的には、踏切内外における点字ブロックの整備を進めるとともに、将来的には一部の鉄道事業者で試験を実施している AI を活用した監視システムを導入するなど、踏切道のさらなる安全対策を進めるべきです。国土交通大臣の答弁を求めます。次に、ウクライナへの人道支援についてお伺いします。ウクライナ侵略から7ヶ月が経過し、これまでにウクライナ周辺国へ逃れた難民は1100万人を超えました。いまだ戦争終結の兆しは見えず、周辺国などへ逃れた人々の避難生活は長期化しています。こうした中、公明党は先月11日から18日にかけて、調査団をポーランド、モルドバ、ルーマニアへ派遣し、避難民や支援に携わる国際機関 NGO から実情や支援ニーズを伺い、意見交換を行ってきました。冬場を前に寒さ対策が急務であり、住宅や暖房施設、学校、医療、インフラの復旧が必要であること、ウクライナとの架け橋になる在キーウ日本国大使館の早期に再開すること、総理自らのウクライナ訪問や周辺国への対面外交を積極的に行っていくことなど、現場のニーズを踏まえた提言を先週、総理に提出させていただきました。すでに一昨日、在キーウ日本国大使館は再開されました。残る点について、今般の総合経済対策等にもしっかりと盛り込むことが重要であるとともに、明年、G7 議長国として、ウクライナ人道支援に対するリーダーシップを最大限発揮していくことが大切ではないでしょうか。今後のウクライナ支援について、総理の答弁を求めます。ウクライナをはじめ、世界各地で既存の国際秩序が試練にさらされ、国連の信頼性が危機に陥っています。一方、紛争の他にも、気候変動や食糧危機といったグローバルな課題解決のために、国連が果たす役割はこれまで以上に重要です。そうした中、先の国連総会で、総理は安保理改革の実現に向け、具体案を持ち寄って交渉を早期に始める必要性を訴えられましたが、深く賛同いたします。日本は来年、安全保障理事会の非常任理事国になります。安保理の議論に当事者として関与できるこの機会を捉え、改革の進展へ主導的役割を果たすべきです。安保理改革を含む国連全体の機能強化について、総理のご決意を伺います。ウクライナでロシアが行った核兵器による威嚇、ましてや使用は断じて許されません。北朝鮮は異例の頻度でミサイル発射を繰り返し、4日には日本上空を通過させるという暴挙に出ました。
7回目の核実験が行われる懸念さえあります。我が国は唯一の戦争被爆国として国是である非核三原則を堅持し、国際社会と結束して核廃絶に向けた取り組みを進めるべきです。8月の NPT 運用検討会議では、ロシアの反対により成果文書は不採択に終わりました。しかし総理がアクションプランを示し、その趣旨が最終文書にも生かされたこと、また最終成果文書案が議長による作業文書として登録され、次回検討会議の資料として担保されたことを評価します。その中に核使用及び核実験による被害者及び環境修復支援に関する関心の高まりを歓迎するとともに、核被害の対処への関与を締約国に求める旨が述べられており、我が国の経験が生かされるべき分野であり、積極的関与を求めたいと思います。6月に核兵器禁止条約の第1回締約国会議が行われました。核保有国と非保有国の橋渡しのためにも、締約国会議へのオブザーバー参加を強く求め、批准に向けての環境整備を行っていくべきではないでしょうか。年内の賢人会議、さらに来年の G7 サミットが広島で開催されることは、我が国が核兵器のない世界への主導力を発揮する大きなチャンスです。被爆の実相を世界の指導者に直接知ってもらうため、関連会合の広島、長崎での開催、平和資料館の訪問等を強く推進していただきたい。我が党も核廃絶への取り組みの大いなる推進役として政府を後押ししてまいります。日本のオブザーバー参加と国際会議などを通した今後の核廃絶への取り組みについて、総理の答弁を求めます。地球環境問題についてお伺いします。公明党は環境の党として、気候変動の脅威から将来世代の生活と生命を守るため、持続可能な地球環境の創出に力を尽くしていきます。中でも近年、健全な生態系がもたらす価値に注目が集まっています。例えば花粉を運ぶ野生ミツバチ等の花粉媒介動物の経済効果は、国内だけで年間3300億円に上ります。また森林等の保護は国土強靭化や地球温暖化防止にも役立つなど、生物多様性を保全することは非常に重要です。昨年、日本を含めた G7 各国は2030年までに生物多様性の損失を食い止めるため、同年までに陸と海の 30% 以上の生態系を保全する目標 30×30 の達成を約束しました。本年12月には生物多様性 COP15 が開催されますが、この世界目標の達成に向けて、豊かな生物多様性を有する我が国が先進的な知見と経験を生かし、議論をリードすべきです。生物多様性保全に向けた取り組み、COP15 に向けた決意を総理に伺います。最後になりますが、今日の危機を乗り越えるためには、政府・与党一体となり、総力を挙げて取り組んでいかなければなりません。その際、大事なことは、総理が国民の声を聞くとおっしゃる通り、生活現場からの小さな声をも受け止めて、諸施策に反映していくことであり、その姿勢が今、改めて政治に求められています。また、民主主義の土台は、政治に対する国民の信頼であると肝に銘じ、襟を正して国民のための政治を貫いてまいります。公明党は引き続き岸田政権を全力で支え、大衆と共に党の立党精神を胸に、日本を前へ進めていくことをお誓いし、私の質問を終わります。岸田文雄
内閣総理大臣。山口那津男議員のご質問にお答えいたします。電力・ガス料金、食料品価格の高騰対策についてお尋ねがありました。電気・ガス料金、食料品価格については家計・企業の負担軽減のため、先月には追加策を取りまとめ、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の創設や、特に家計への影響が大きい低所得世帯向けの給付金の創設など、緊急の支援策を講じました。これに加え、電力料金の急激な値上がりリスクに対応すべく、家計・企業の電力料金負担の増加を直接的に緩和する、前例のない思い切った対策を講じ、まずはすべての家計企業が直面する電力高騰対策に全力を挙げます。ガスについては、ほとんどが長期契約で調達され、比較的調達価格の安定性が高いこと、ガスには電気におけるフィット制度のような賦課金制度がないことなど、諸般の事情を総合的に勘案し、今後の家計・企業の負担の状況を見ながら対応してまいります。また、食料品の価格高騰に対しては、輸入小麦、肥料、飼料などの対策を機動的に講じてきており、引き続き価格動向を注視していくとともに、さまざまな意見も丁寧に伺いながら、農産物や肥料、飼料の国内生産を通じた食料安全保障の確保などに取り組みます。価格転嫁対策についてお尋ねがありました。原材料等の高騰に伴う負担が下請け事業者のみにしわ寄せされることはあってはならず、中小企業における賃上げを実現するためにも適切な価格転嫁が必要不可欠です。これまで事業者が取引先との共存共栄を目指すパートナーシップ構築宣言の拡大や、下請け G メンの倍増に取り組むとともに、毎年9月と3月を価格交渉促進月間として、私自身も動画で価格転嫁に向けた呼びかけを行いました。また、転嫁の状況を把握するため、中小企業15万社へのフォローアップ調査も実施しており、この結果を活用し、価格転嫁対策の効果の検証も進めつつ、さらなる価格転嫁対策を実行していきます。加えて、価格転嫁対策により実効的なものと価格転嫁対策をより実効的なものとするため、政府として取引適正化を進める公正取引委員会等の執行体制を強化してまいります。私自身も機会を捉えて、経済団体代表や大企業の経営者に直接要請するなど、価格転嫁の実現に向けて引き続き先頭に立って取り組んでまいります。女性デジタル人材育成プランおよび理系女子の活躍推進についてお尋ねがありました。女性デジタル人材の育成は、成長分野への移動を促し、女性の経済的自立を実現する観点から重要です。御党のご提案も踏まえて、本年4月に策定した女性デジタル人材育成プランを着実に実行するため、地域女性活躍推進交付金を拡充してまいります。こうした取り組みを通じ、地域の女性が置かれた実情に応じた取り組みをさらに後押しし、女性のデジタルスキル向上と就労支援を進めてまいります。また、理工、農系の女性の皆さんが活躍できる社会を構築していくことが重要です。このため、成長分野への大学等の学部再編等に対する基金を含めた継続的な支援策の検討、
大学が民間企業等と連携して理工農系の女子学生の就学や卒業後の活躍機会の確保への支援を行うための大学の体制整備の促進策、女性研究者の活躍促進を目的としたライフイベントと研究活動の両立に向けた大学等の取り組みの支援策などについて効果的な対策にしっかりと取り組んでまいります。地域ライフスタイルの脱炭素化を含む GX 投資についてお尋ねがありました。2050年カーボンニュートラルの実現に向けては地域の脱炭素化や国民のライフスタイル変革も重要です。政府としては地域脱炭素移行再エネ推進交付金も活用して2050年を待つことなく前倒しでカーボンニュートラル達成を目指す脱炭素先行地域の創出等に取り組んでいます。2050年までに少なくとも100カ所の先行地域を選定するなど先進的で質の高いモデルの全国展開に取り組んでまいります。また2030年度削減目標の達成に向けては家庭部門において約 66% の大幅な削減が必要です。子育て世帯を含め省エネ性能の高い住宅の新築や住宅の断熱改修等を着実に進め暮らしにおける脱炭素化にもしっかりと取り組みます。年末に向け GX 推進のための今後10年のロードマップを策定し150兆円超の GX 投資を実現していくことで経済社会産業の大変革につなげてまいります。地域のデジタル化についてお尋ねがありました。ご指摘のとおりデジタル技術による地域の課題解決や魅力向上を図る上で地域の実情に応じた取り組みを進められるようにすることは重要です。こうした取り組みを全力で後押しするため10月末に取りまとめる総合経済対策においてデジタル田園都市国家構想交付金を創設いたします。この交付金ではこれまでの交付金から支援内容を拡充し官民一体で取り組みを進められるよう民間事業者の施設整備も支援対象とするなど柔軟な制度としていきます。地方のニーズや御党を含むさまざまなご意見を踏まえ各自治体の意欲的な取り組みを後押しする制度となるよう必要な予算の確保を含めしっかりと取り組んでまいります。感染症法改正案についてお尋ねがありました。本日次の感染症危機に備えるため感染症法等の改正案を閣議決定いたしました。この法案には検査・医療提供体制の強化について地方衛生研究所の体制整備など自治体の責務規定の創設感染症の発生・蔓延時に備えた病床・人材・検査能力の確保等に関する都道府県と医療機関等の協定の締結やその履行確保措置等を盛り込んでいます。こうした措置により機動的かつ効果的な緊急事態対応が可能となるようになるものと考えております。国内におけるワクチンの開発生産体制の構築についてお尋ねがありました。ワクチンを国内で開発生産できる体制を確立しておくことは極めて重要と考えており医療に関わる経済安全保障にもつながるものです。新型コロナワクチンに関しては国内企業に対し日本医療研究開発機構エーメドの事業を通じた研究開発支援
厚生労働省によるワクチン生産体制の整備への補助などの支援を行っているところです。一方、次の感染症危機を見据えたワクチンの開発生産については、ワクチン開発生産体制強化戦略に基づき、A メドに先進的研究開発戦略センターを設置するとともに、世界トップレベル研究開発拠点の形成の推進、デュアルユースのワクチン製造拠点の整備など、ワクチン開発生産体制の強化を進めています。政府としては、国民の皆様により早く必要な国産ワクチンをお届けできるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいります。子ども政策についてお尋ねがありました。子ども真ん中社会を実現するための新たな司令塔として、子ども家庭庁を来年4月に創設し、子ども政策を強力に推進いたします。この子ども家庭庁の下で、子どもの視点に立って必要な子ども政策が何かをしっかりと議論した上で、体系的に取りまとめ、社会全体での費用負担の在り方の検討と合わせて、子ども政策の充実に取り組んでまいります。子ども家庭庁の発足を待つことなく、出産育児一時金の大幅な増額を早急に図るとともに、育児休業期における給付の拡充など、親の働き方に関わらない子どもの年齢に応じた切れ目のない支援強化の在り方について検討を指示したところであり、今後全世代型社会保障構築会議において年末に向けて議論を進めてまいります。送迎用バス内の置き去り事故についてお尋ねがありました。今回の大変痛ましい事故を踏まえ、政府として二度とこうした悲劇を繰り返すことがないよう、対策を徹底する必要があると考えます。このため、ご指摘の先行事例を参考にしながら、都道府県に対し、指導監督等における留意事項等をお示ししたいと考えています。また、送迎用バスにおけるスモークガラス等の使用については、安全管理マニュアルを策定し、方向性をお示ししたいと思います。さらに、送迎用バスの安全装置の義務化と、装備のための支援措置を含む、ハード、ソフト両面の緊急対策を取りまとめ、速やかに実行してまいります。フリーランスが安心して働ける環境の整備についてお尋ねがありました。新しい働き方に対応するため、個人がフリーランスとして安定的に働ける環境を作ることは重要であり、しっかり取り組んでまいります。このため、フリーランスの方への相談体制の充実を図るとともに、フリーランスの方が報酬の支払い遅延などでトラブルに直面しないよう、取引適正化のための法案を今国会に提出をいたします。今後のウクライナ支援についてお尋ねがありました。日本はこれまでウクライナ及びその周辺国等を影響を受けた関係国に対して約11億ドルの人道、財政、食料関連の支援を表明しており、これら実施中の支援を通じて越冬支援も行っています。今般いただいた御党からのご提言も勘案しつつ、冬の厳しい寒さが待ち受ける中での人道復旧支援について、総合経済対策の中でしっかり検討してまいります。一昨日、10月5日、キーウの在ウクライナ日本大使館、再開いたしました。ウクライナとは同館を通じて、一層緊密に連携していきます。また、ご指摘いただいた私自身のウクライナ等訪問については、諸般の事情も踏まえ、適切に対応してまいります。来年の G7 議長国として、ウクライナの確固たる自由を守り抜く行動を引き続き積極的に後押ししてまいります。このため、今後とも国際社会と連携しつつ、
人道及び復旧支援においても積極的に役割を果たしてまいります。安保理改革を含む国連の機能強化についてお尋ねがありました。ロシアのウクライナ侵略等により国際秩序の根幹が揺らいでいる中、国連憲章の理念と原則に立ち戻り、国連の信頼を回復するため、国連自身の機能強化が重要です。安保理改革については、国連において長年にわたり議論が積み重ねられてきていますが、現下の国際情勢に鑑みれば、議論のための議論でなく、改革実現に向けた行動を開始すべき時を迎えていると考えます。先般の国連総会の各国の一般討論演説では、私からこうした立場を発信し、またバイデン米国大統領やクール氏国連総会議長を含む多くの国々も安保理改革の必要性に言及をいたしました。一方、安保理改革は各国の立場の違いも大きく、これまで大きな進展が得られていないのも事実です。G4 と言われる日本、ドイツ、インド、ブラジルによる枠組みを通じ、またアフリカや米国を含む関係国とよく意思疎通をし、早期に進展が得られるよう引き続き努力をしてまいります。核兵器禁止条約の締約国会合へのオブザーバー参加を含め、核兵器のない世界に向けた取り組みについてお尋ねがありました。核兵器のない世界に向けた取り組みについて、8月の NPT 運用検討会議において、ロシアの反対により、成果文書が採択されなかったことは極めて遺憾ですが、核軍縮に向けた新たな議論の土台が示されるとともに、NPT の重要性が再確認されました。核兵器禁止条約は、核兵器のない世界への出口ともいえる重要な条約です。しかし、現実を変えるためには、核兵器国の協力が必要ですが、同条約には核兵器国は一カ国も参加をしておりません。我が国は唯一の戦争被爆国として、核兵器国を関与させるよう努力をしていかなければなりません。よって、まずは同盟国である米国との信頼関係を基礎としつつ、年内に広島で開催予定の国際賢人会議も活用しながら、広島アクションプランに沿って核兵器のない世界に向けた現実的かつ実践的な歩みを進めてまいります。被爆の実相に対する理解の向上については、これまでもさまざまな取り組みを行ってきたところであり、私自身訪日する要人などに対して被爆地の訪問を呼びかけてきました。今後 G7 広島サミットをはじめ、被爆地での開催が予定されるイベントの機会などを活用しながら、引き続き各国要人や世界の人々が被爆の実相に触れる機会を確保できるよう努力をしてまいります。生物多様性の保全と COP15 に向けた決意についてお尋ねがありました。私たちの経済社会は、自然から得られるさまざまな恵みに依存している一方で、自然の回復力を超えた利用により、その恵みは過去50年間で劣化傾向にあることが指摘をされています。生物多様性の保全は、気候変動対策と並ぶ地球規模での重要な課題であり、国内はもちろん、国際社会全体で取り組み強化が必要です。本年12月に開催される生物多様性条約 COP15 は、ご指摘の30×30 目標を含む新たな国際枠組みの採択を目指す節目の会議です。我が国は COP15 での採択を見据え、本年4月に30×30 目標を国内で達成していくためのロードマップを公表いたしました。また年度内には、国内施策の指針となる次期生物多様性国家戦略を策定すべく取り組んでいるところです。こうした先進的な取り組みの発信を含め、COP15 に向けた国際的な議論を
リードしてまいりたいと思います。残余の質問については関係大臣から答弁をさせます。斉藤鉄夫国土交通大臣。山口那津男議員からタイムラインの作成についてお尋ねがありました。激甚化頻発化する自然災害による被害を軽減するためには河川整備などのハード対策のみならず、議員ご指摘のタイムラインの作成などソフト対策を実施することも重要です。国土交通省では住民の円滑な避難行動を支援するため市区町村と連携し、国管理河川沿いのすべての地区町村と、そして都道府県管理河川沿いの9割を超える市区町村において洪水時に市区町村長による避難指示等の発令を支援するタイムラインを作成してきたところでございます。さらに今年度からは公共交通機関などの多くの関係者が連携する流域タイムラインの作成にも着手いたしました。国土交通省としては引き続き関係機関と連携し、全国的なタイムラインの作成や活用を推進してまいります。公共交通のバリアフリーおよび踏切のさらなる安全対策の推進についてお尋ねがありました。国土交通省では共生社会の実現に向けて4つの柱、1つに障害者用 IC カードの導入、2番目に特急車両における車椅子用フリースペースの導入、3ウェブによる障害者用乗車券の予約決済の実現、4、精神障害者割引の導入促進、この4つの柱について、当事者目線に立ったバリアフリー施策を着実に推進しているところでございます。引き続き、私のリーダーシップの下で、障害者等の当事者の方々からのご意見を丁寧に伺いながら、共生社会の実現に向けて、この4つの柱を中心に、しっかりと取り組みを進めてまいりたいと考えております。また、踏切のさらなる安全対策については、踏切道において、視覚障害者が安全かつ円滑に通行できるようにするため、道路のバリアフリー対策に関するガイドラインを改定したところであり、引き続き関係者と連携して、ガイドラインのさらなる周知、徹底を図ってまいります。さらにご指摘のありました AI を活用した踏切監視システムについては、早期の実用化に向けて実証実験に対する財政的な支援を実施しております。国土交通省としてはこのような財政的な支援などを通じて踏切のさらなる安全性の向上に向けて取り組んでまいります。以上です。浅田